ドクタークラゲさんの熱血分類学講義第2項、分類学ってここがすごい。熱血分類学講義第2弾ね、ドクタークラゲさんでございます。今回はですね、分類学の凄さについて、凄さというか大切さ、それについて皆様に喋ろうと思います。分類学というのはですね、正直今後で言うけど時代遅れの学問とも言われているね。世間の花形は分子生物学とかなんだろう、そういったような話であって、分子を見るもんで、なんかこう生き物をね、ひたすらなんか見てさ、これとこれで仲間分けして楽しんでて、ただ遊んでるだけみたいなさ、そういう風に言われかねないんですよ。ていうか言われたことあります。はい。ふざけんじゃねえよと一言言いたいんですけれども、それを裏付けるためにですね、今日は分類学の凄さとその大切さについてお話ししたいと思っております。はい、私が考える分類学の凄さ、今日は3つご紹介しますね。はい、まず分類学の凄さの1つ目として、私はこれを挙げます。教科書の最初のページの最初の行に載っているようなことをやっているという。で、高校の生物見れば最初細胞が出てるので、最初のページなんかに載ってねえじゃねえかって思うかもしれませんが、それよりももっともっともっと前です。なんなら前書きね。生物学っていうのを説明するときにね、これ生物学のね、はい、生物学っていうのを最初に説明するときに皆さん何と言いますかね。はい、この世にはなんか多数の多種の生物がいるみたいな記述から大抵始めませんかね。この世には多種多様な生物がいると。はい、出てきましたね、分類学。そう、携帯になってるわこの世には多種多様な生物がいるっていう、大抵生物なんてそんな書き方というかね、お題目から始まりますが、その多種多様な生物がいるっていうのを明らかにしてるのは何ですか。はい、そう、分類学じゃありませんか。そうなんですよ、ね、生物多様性っていうところから大抵生物っていうのは始まるわけです。でもっと言えば、ほら、さすがに分子生物学とか分かんない、幼稚園生とか小学生のね、お子様でも図鑑って読むでしょ。ね。そう。なんか話聞いたところによると、東大生の何パーセントだっけ？なんか、ガキの頃、図鑑を見て育った人が多いそうですよ。はい。そうだね。未来の学者にも貢献してるよね。そうなんですよ。ね。敷居がとっても低いんです。ね。これが分類学の凄さです。なんなら、子供にだって喋れてしまう。はい、そんな分類学という学問が私は凄さのその一つだと思っております。教科書の最初のページに出てくるようなたくさんの生物がいるっていうのを明らかにしているのが我々分類学者の矜持という誇りというもんなんですね。はい、それでは続いてですね、分類学の凄さその2でございますが、分類学は何を隠そう最古の学問の一つなんです。はい、出ましたね。皆さん最古の学問ね、それは何だろうと考えてみてくださいと、そういうふうに言いましたが、最古の学問は俺は間違いなくその一つが分類学だと思っている。で、じゃあどこまで遡ると思いますか。はい、で、近代分類学を形作ったのは18世紀のですね、リンネです。はい、これこの頃にはもうすでに分子生物学とかはまだないですからね。そんな頃にももう18世紀の頃には確立していた。はい、つまり分類学ってのは18世紀にできた最古の学問かっていうと、そんなわけないよね。はい、学問なんてもっともっと昔からあったんです。はい、18世紀のリンネの頃から、ちょっと最古の学問ですね。はい、18世紀のリンネの頃からあったと思われるかもしれませんが、分類学はもっともっと昔からあります。はい、18世紀、これはあくまで近代分類学がリンネによって形作られたのが18世紀ですからね。はい、で、じゃあどこまで遡ろうか、古代ギリシャぐらいまで遡りますか。はい、古代ギリシャね。古代ギリシャで有名な学者がいますよね。そう、アリストテレスね。アリストテレスはもうすでに生物をね、いわゆる階段みたいなものを作って生物を振り分けていたと言われています。はい、アリストテレスはだからもう実はこのアリストテレスっていうのは例えばウニの口の部分にアリストテレスの提灯っていう名前がついてる通り、かなり生物学においても貢献した方なんですよ。はい、じゃあこのアリストテレスの時代まで来ればね、世界最古の学問と言える、俺はそういう風に言おうと、そういう風に思われた方がいたらまだ甘いよね。
もっと古いよ、分類学の起源は。どこまで古いか、多分ね、人間が言葉を使い出した頃にはあったんじゃねえかなって思うよ、分類学。どうしてか、ほら人間ってさ、食べられるものと食べられないものをさ、分けるじゃん。でそれを子供とかに伝えてさ、知恵として、これをね見分けて食べられるものを選んで食べてきた。分類学やってんじゃないね。食べられる食べられないなんて分類学じゃないよって思われた方は、それは違います。実はこれ日本の江戸時代の話なんですけど、本草学というもんでね、植物をこういう風に分けていたことがあるんです。有用植物と無用植物ね。で例えば山椒は食えるけど犬山椒は食えないってね。でこの実は余談ですけど、この犬なんとかっていうのは食べられないとか役に立たないものにくっつける窃盗字なんですよね。犬もとんだ風評被害だと思うんですけど、まあそれはいいとして、こういう風に分けていました。はい。だからちゃんとね、この食える食えないとか役に立つ立たないがそのまんま分類として使われてきていたんです。だこういう風に分類分けするってことは、もうすでに人間はこういうのを考えて立派な分類学という学問にしていたというんですね。でこの役に立つ立たないとか、あるいはなんだろう、そういう感じで人のね手によって分けられたものを人為分類と言います。あ、ごめんなさい、人為分類だ、これ人為分類と言います。人のための分類ね、人為分類だ。この有用なものと無用なものとかいうね、非常に分かりやすい基準で分けているのがこの人為分類というものです。でもこの人為分類だって実は分類学なんですよ。これ一個後の講座で喋るね。はい。今も人間は人為分類をやっているんです、実は。はい。で、まあ、この人為分類というのはあまりに自然に即してないから、その人為分類ではなくね、自然に即した分類をやろうっていうのが自然分類。で、これが18世紀、アリストテレスもそうですけど、まあ、主に18世紀にね、カール・フォン・リンネによって確立された近代分類学の基本となっているんです。だから、まあ、端的に言えば、人間のためにね、それを役に立つ立たないとか、そういう人間のために分類しているっていう体系を作ってきた、そういう分類学はもうはるかギリシャどころじゃない、はるか昔から行われてきたんです。だから人間のもうなんつうの、営みというか、もう人間の本質だよね。人間の本質として物を区別するっていうところから、実はもう分類学ってものが始まっていた。これは俺は分類学者の矜持の2つ目としているわけです。そしてじゃあ3つ目ね、こんなことやってるからすげえ古い学問って言われるんですけど、じゃあ現代役に立ってねえかと言われればそんなことは一切ない。はい、それを喋っています。はい、分類学の凄さその3にして、今日語るのはラストですが、なんと生物学の中で分類学は屋台骨なんです。日陰者ではないんです、屋台骨なんです。これどういうことかといえば、分類学がなくなった瞬間、生物学は全て瓦解するということです。ね。これどういうことか、皆様にご説明いたしましょう。皆さんは、人ですね。人じゃない人が聞いてたらごめんなさい。多分、俺のリスナーさんは全員人だと思うんですけど、まあ人ですね。はい。でも、皆さん、人って聞いたらさ、これが思い浮かびますよね。これって、要するにこの姿をした生き物が思い浮かびますよね。人って聞いたら。でも、アメリカ人にヒートつって分かりますか？分かんねえよな。うん、そうなんですよ。アメリカ人だったらヒューマンビーイングとかヒューマンとかね、そういう風に言わなきゃいけない。でも逆にヒューマンっていうのを英語を知らない日本人に至って想像がつかないんです。何を指してるのという、そういう感じなんです。ところが、こういうのと違って、ホモ・サピエンス、ホモサピエンス、これまあ知ってる方は知ってると思うけど、人という生き物の学名です。ホモサピエンスと言われた瞬間、世界中の少なくともまあ生物を知ってる生物学者はこれが思い浮かぶわけですよね。そう、何が言いたいか、さらにじゃあ話をちょっと別の生き物にしてみようかね。はい、ここに行こう。ショウジョウバエ、
おそらくモデル生物の中で最も使われている生き物の一つ、ショウジョウバイ、ね、動物の中ではね、はい、ショウジョウバイ、英語ではフルーツフライかな、フルーツフライ、こうか、はい、でもショウジョウバイと言ってもフルーツフライと言っても通じないところには通じない。しかしこれをドロソフィラメラノガスターといえば、世界中の人が、少なくとも生物を知ってる人はあの生き物にたどり着くわけです。全部同じ。一番よく使われる線虫ならば、シーエレガンス、アフリカツメガエルならばゼノパスレービス、メダカならばオリゼアスラテブスで、大腸菌であれば、ちなみに大腸菌っていうのは実は、O157 みたいな病原性ではなく、まあ、ある種の大腸菌なんですけど、エシェルキア・コーライ。そういえば、世界の人に通じる。もう何が言いたいかわかるよね。そう。分類学って、こういう学名をつけるよね。逆の言い方しようか。世界共通で通じる学名をつけてるのは誰だ？そうですね。分類学者ですよね。そう、分類学者がいなくなった瞬間、世界で共通の生物を呼ぶ方法がなくなるんです。つまり何が言いたいかっていうと、世界で生物学の議論ができなくなってしまうんです。はい、まさにバベルの塔の逆だよね。皆さんバベルの塔って知ってるかわかんないけど、昔タカ人類がね、まだ共通の言葉を使っていた、これ神話だよ、共通の言葉を使っていた頃、神に届くほど高い塔を建てようとして神の逆鱗に触れ、人類は言葉を通じなくされた。そして、まあ世界ね、いろんな言語があって、まあそれぞれ通じないようなそれぞれの言語で喋っている世界ができたという、そういう話があるのだが、まさにその逆だよ。世界共通で通じないような生物の名前で喋っているものを、世界共通で通じる言葉を作る。通じる名前をつける。それこそが分類学なのだ。はい。まあ、熱くなって語りましたけど、まあ要するに、現代の生物学の中で、そのベースというか屋台骨をまさに担っているのは、俺たち分類学者、つまり生物に名前をつける我々そのものだということなのです。はい、皆さん。ね、分類学の凄さ分かってもらえた？教科書の最初のページをやってるほど簡単なのに、歴史は学問の中でも最も長く、現代の生物学を根底から支えているような、そんな凄まじい学問なんです。はい、まあそんな感じでね、まあ皆さん分類学の凄さは分かってもらえたでしょうか。もうそれが分かっていただければ今回の講座はもうおしまいでございます。はい、それではですね、第3回目の課題を出したいと思います。ここに皆さんに馴染み深い食材である、まあ一部食材じゃないやつがいるけど、6種の生物がいます。桜エビ、クルマエビ、伊勢エビ、ズワイガニ、タラバガニ、ヤドカリ。皆さん、この6種の生き物を2つのグループと3つのグループにそれぞれ分けるという考えたとき、線引きをしてください。例えば、2つで分けるんなら、ここに線を引くとか、こう引くとか、あるいはこう分けるとか、まあいろんな分け方があるよね。だから2つか3つにこの生き物たちを分けていただきたいと思います。はい。でまあね、これまあ当然エビやカニやヤドカリっていうのは有名な生き物だから皆さん分け方は知っているかもしれない。でもこれの分け方において今常識とは全く違うことが起きている。はい。それを次回説明、まあそれを元にですね、次回人為分類と自然分類について詳しく説明したいと思っております。それではご視聴ありがとうございました。次回、熱血分類学講義第3回、人為分類と自然分類、お楽しみに。